250のバイクにやってよかったカスタム、悪かったカスタム、すごいよかった。本当にやめた方がいいカスタムですね。本当にやめた方がいいカスタム、はい、ちょっと待って、それランやんな。うん、俺ラン不法投棄されてるの初めて見んけど、しかもまだ生きてる、しかもこっちにもあるし。え、なんで？めっちゃあるよ。1,2,3 奥にもある4,5。え、この子まだ元気やのに。こっちも元気やで。まだこの子って持って帰っていいんかな、わからん。え、かわいそう、持って帰ろう。ガチ？うん。え、なんで捨てておんの、おんやろ。ちょっと Google マップで調べていい？な、何マップで何調べるの、ここランスってでそんなとこに入れて、はい、走ったらさ風で死ぬってこの人の感覚ほんますごいな。見てこのバイクのこの困難なんの分かってんのにさ、しかもこれ根っこ結構死んでんな。もうどから捨てられた？すわんな。でもうちやったら再生できる。そうなんや。なんでラン捨てるん？ランってめっちゃいいで。いや結構な、ランってな、その店開いたりとかしてさ、会社とかもさランもらうやん。あ、確かに。どうしようもないあれ。あ、コウモリランって出てくる。ちょっとあのさ、違法やったら厳重注意で、あのどうにかするから、とりあえず持って帰るわ。今日はこのピクミンと一緒に走るっていう。コウモリランやったら別に違法じゃないやろ。え、コウモリランって買ったら結構高いで。高いよの。いや、その状態で走ったら多分そいつ死ぬで。え、うちの背中が風をガードするけど。いや、もう嫌やって、前のやつからそんな食物さして。え、かわいい、一緒に走ろう。え、走りたい言ってる。言ってない、絶対。え、君たちはここで生きて。いや、絶対そいつ。とりあえず、この子かわいそうやから、こうやって。お前、繁殖したらどうすんねん、そこで。好きに。え、このレラン、かわいいやん。すごいいいやつやけど、これちょっと生きてるしな。ああ、それが一番可能性ある気がする。え、君たちちょっと自制、これが一番可能性ない。土ついてないし。え、いけるで、コウモリラン多分強い。この葉っぱの感じ多分強い。根っこゼロでも発根しそうな気がするけどね。うん、する。いや、走れる、いける、いける。言ってない、言ってない、言ってない。いや、無理、うわー、出川みたいになってる。よっしゃ、行くぞ。逆にかわいそうになってきた、なんか拾われたことによって。拾われた。誰が捨てたんこれ。どういう感じで捨てんの。やばいやろ。あ、不法投棄を目撃した場合は車両番号などを書きまで連絡してくださいって、うん、ちょうどここに書いてるところに置いていきはるんやな。いや、ここによく捨てられるから看板が後から立つわけ。植物って捨てたらあかんか。あかんやな。普通にさ、その植物ポイント捨てるのもさ、あのワニガメ川に捨てるのと一緒やで。一緒やもんな、うん、外来とかやったら自然を。そうそう、携帯が壊れるもんな、うん、逮捕されるとお前だけ逮捕されてくれ。俺は知ってる。俺は一応止めたで。え、どう、なんか言ってる？だいぶかわいそう。なびいてる？いや、なびいてはないな。あ、じゃあ大丈夫。コウモリランページモンキーって名前つけよう。コウモリランやから、コウモリランページモンキーって名前つけて、我が家でちょっと育ててみます。とんでもないオープニングから始まってん。いや、ここずっと書いてあるもん。ずっと不法投棄場所なんちゃう。ゴミを捨てないでみたいな。にしては綺麗だ。誰かが掃除してんやろ。ああ、頑張って掃除してくれてはる方がいるんや。俺も掃除イベントとか参加したりするけどさ、プライベートで。プライベートで掃除イベントに参加する男。カメラ回しながら参加したことないけど、プライベートで参加したりするけどさ、マジで程度低いなと思うもん、ゴミに捨てるの見たら。よっぽど猿みたいなやつが捨てたよなって。猿の方が捨てへんか。でもめちゃくちゃな、不思議なのはさ、この道路沿いとかにほんまに人が歩くようなところじゃないところにさ、お酒の缶がよく捨ててるんですよね。あ、でもあれ車で、だから車運転手が飲んで捨ててんのかなっていう感じの、うん、その一緒に参加してる人とさ、一緒に喋るけどさ、うん、いや多分これ運転手さんが捨ててるんじゃないかなみたいな。運転手さんが捨ててると思うで。不思議やな。オープニングがとんでもすぎて、今日の話する内容飛びかけた。今日は250に施して良かったカスタム、悪かったカスタムをな取り上げようと思ってたけど、250のバイクにやって良かったカスタム、悪かったカスタム。え、めっちゃ参考になるやんそれ。いや、まだ喋ってないけどな。え、タイトルがもうめっちゃ参考になるやん。やってみたもののみたいなあるやん。250一番乗ってる期間長いから、もうマジで良かったカスタムよ。俺の場合はマフラー R25R25 マフラー変えてるんですけど、 R25 用じゃないんですよ。 MT25 用なんですよね。まあ一応ね、一緒なんで、そこら辺はね、形がちょっと一目惚れみたいな感じ で、あのカバーがカーボンついてて、あ、この見た目もいいなと思って、まあ、ほぼほぼ見た目でつけたんですけど、まあ、なかなか音を聞いてからつけるっていうのはマフラー難しいもので、聞けるなら音聞いてから変えた方が一番この音いいなってなるんですけど、もう俺の場合マジで見た目が良かったから、まあ、別に音はそんなに
気にしてなかったから。それは、うん、プラナスっていう。そう、プラナスメーカーな、それマフラー、うん、でプラナスが桜って意味。そうそう、桜工業っていうところ出して、プラナスってマフラーで、ヤマハのレース用マフラーとかもなんか設計したりしてるから、結構まあちょっとヤマハと近いみたいな存在のマフラーメーカーさんやから、まあ品質も別に大丈夫やろと、性能も上がるというメリットもあり、あ、これは変えてよかったかなっていうところですね。で、まあ、あとはナビホルダーですよね。あ、2個目ナビホルダー。これは車のナビもね入れれるようにしてあるんですよね。ポータブルのスマホのね充電をしなくてもいいようにしてあるわけですね。これ一応電源も引っ張ってあるんで、車のナビをつけた状態でも走れるという。またさっさの方はね、ラムマウントですかね、もうバイク乗りならね知ってるかもしれない、結構いいやつですよね。それ結構いいやつ。バンドで止めて、そうやって挟んで止めるタイプの中では一番ガッチリ力あるかなって思う。ラストね、ラスト。あ、ちょっと待って、ラスト行く前にこれ、うわーすごい、上から見えてきました本日の目的地。やっぱり秋ですね、すごい。おー、ここがコスマス畑でございます。綺麗、濃い赤、ピンク、白、秋です。おー、すごいわ、海はコスモスの。コスモス100万本咲いてるらしいで。数えてくれる？咲いてるかもな、もしかして。数えて。すごい密度で咲いてるもん。前は彼岸花を見に行ったんですよ。そこのコメント欄にさ、なんか「タムサツ円形チャンネルはまだですか?」みたいなコメント書いてくれてる人がおってさ、確かに今日めっちゃ円形チャンネルになってるの。まあ円形チャンネルっていうか、もう不審者チャンネルやけどな。でプラナスも桜やろ。もう無理やり繋げていってるやん。円形チャンネルにするか、じゃあもうバイクチャンネルやめて。おお、やばすぎる。どうもカーメンくんです。おお、カーメンくん出てきたやん。私は円形店に25年勤めていて。おお、そんな長かったっけ。いやー、よかったな。耕作放棄地をコスモス畑にしちゃうのは案外いいかもしれんな。確かにこうやってみんな来てくれるからな。ほんで、あの黒枝も売るんやったらな、横コスモス畑にしたら人来てくれるやん。これ確かにすごいいいの。No. みんなすごいいいカメラ持ってはるな。うん。クロスんやろ。50万とかじゃ壊れへんやん。100万やろ。100万レベルやんな。だってレンズも別でお金かかるし。あの方が使って緑の椅子を持ってんで、あれ300均で買った。ああ、でも。あそこは一緒や値段。綺麗じゃないですか。綺麗。おお。かわいい。100万本のコスモスって書いてあるわ。つまめ川農地環境保護会。ほんまに農地の田んぼやったんか。渡り鳥、伸び滝に会えるかもって書いてんで。伸び滝。やっぱりバイクは季節を満喫させてくれるからいいですね、うん、いいですよ。じゃあコスモスをバックに3つ目の良かったカスタム、タムサツさんの CBR に施されているローダウンリンクですね。安心感を圧倒的に上げてくれるというね。タムサツ身長が167って結構高い方なんで、よーしくつくんやけど、止まった時とか取り回しとかな。じゃあちょっとローダウンしてみたらどうなるかなっていうことでやってみたところ、すごい良かった。バイク乗りにくくはなかったんけど、やっぱ操作はちょっと不安なところいっぱいあってさ、でこうやって止まるときも結構おっとっとってなることがあってんけど、ローダウンしたら不安要素がなくなった、まあ、わずか2センチそこらのもんですけどね。2センチ変わると結構変わると、自分にフィットしてくれた。こっちもあるんや、うん、こっちも一回行ってみる、まっすぐ見てみる。ここら辺も全部合わせてコスモス100万本ってことかもしれん。あ、いいやん、めっちゃいいやん、綺麗、めっちゃピンク、めっちゃ綺麗よ。バイバイコスモス、ホモリランページモンキーちゃんも言ってね。バイバイ。よかったね、コスモス見れて、コウモリランページモンキーちゃん。うん、よかった。はい、じゃあ話戻って、まあ悪かったところはね、まず一つね、ホイール塗装ですね。元の塗装をね全部剥がしてっていうか、まあ削ってサフェザー拭いて塗料拭いてクリア拭いてってやってるんですけど、この色も相まってね汚れが目立つ。チェーンロックあるじゃないですか、あれをかけたりね、タイヤ交換の時にもね、どうしても剥がれる。でも全然わからんねんけどさ、ホイールの色変えようってなった人たちってホイール買うんじゃない？あ、ホイール買うという手もあるな。そこを自家塗装したわけだよな、ゆうくんは。うん、自家塗装した。ホイールごと変えたら高いもん、やっぱり高いもんな。なかなかおらんくない、やる人おる。いや、そらおるやろ。やっぱ普段バイク綺麗にこう乗ってる人からしたら参考になる情報かなと思いますけどね。で、もう一個が新聞紙ですね。新聞紙、やっぱりカウルみんなステッカー貼ったりとかさ、その中でもやっぱ一番貼ると後悔するステッカー、エイジ新聞ですね。これもね、軽く塗装削って、でエイジ新聞をプレーのりで貼り付けた上に、クリア塗装をすることによって新聞自体をボディと一緒にコーティングしてあるんで、まあまあ雨とかは大丈夫なんですよ。これで長年の歴史を積み重ねることによって、新聞独特のあの黄色っぽい
ぽくなっていく変色プラス角からどんどんペリペリめくれてくるという紙ならではの劣化に襲われるという欠点がありますね。ステッカーもやっぱ耐久年数がやっぱいろいろ違うやん。あ、新聞紙にもあんねや、耐久年数が。新聞紙にもやっぱ耐久年数があって、クリア塗装してパキパキに固めたからといってやっぱり数年も経てばねボロボロになってくるということですよね。やっぱ新聞紙したいなと思う人はやっぱそこら辺もね考慮した上で長年は持たないよという。それはまあ参考には、うん、みんな英字新聞は貼らん方がいいよね普通にね。まあこれがね良くなかったカスタムの2つ目。確かにでもさ、その時にあったニュースは一生読めるもんな。うん、でも英字やから読まれへん。で3つ目、ライトをぶち抜くことですね。ライトをぶち抜く、はい、ライトをぶち抜くことですね。はい、昔の R1 ライトがねポチポチとやつがありましてですね、あのデザインを真似してですね2号ちゃんもね一時期ライトをぶち抜いておりましたけれども、今現状見てもらえば分かる通りね、ライトも元に戻っているということで本当にやめた方がいいカスタムでしたね。本当にやめた方がいいカスタム、はい、ライトに関しては本当にやめた方がいいカスタムだったということですね。光軸がもうブルルプルンプルンしてた。光軸が光量は足りてるけど自分でつけたこともあってプルンプルンするのと偏るね明るさが、まあね、ちょっと見えにくいということで、ね、やめましたね。お気に入りではあったんですけど、しかも個性的でね面白かったんですけど、やっぱりちょっと実用性を感じる考えるとやっぱりノーマルライト、もしくは正規で売られているライト、まあ、安心安全ではないかなと思いますね。もし自分のライトをぶち抜いてやろうと思ってる人がいたらね、まあ、そのあたりはちょっとね要検討された方がいいかなと思いますね。ライトぶち抜きたいなって思う人がそういるかもしれないからね。いるかもしれない、うん、新聞紙を貼る人とホイールを黄緑に自分で自家塗装する人とでライトをぶち抜く人、うん、おらんと思うな。あんまりこれおすすめしてないカスタム参戦かな。参考にならん。じゃあなんか参考になるやつ一個言ってよ。うちはあるで、うちって結構何でももう純正でいいっていうタイプやから、マフラーとかも変えてないし、うん、でミラーとかも結構みんな買い張る人いるけど、うん、純正のミラーやし、ほとんど全部純正なんですけど、ステッカーをペタペタ貼りたいと思って。ステッカーで見た目ってめっちゃ変わるやんか。飲めないねんけど、ルップブルとこの CBR、 このトリコロールの相性めっちゃいいと思ってさ、カッティングマシーンを買ってやで、うん、カッティングマシーンめっちゃ高いんよ。もう自分で設計をして大きさとかも自分で決め、めっちゃ大変やったよ。何回も失敗を重ね、やっと完成したレッドブル仕様、何回か動画に出てて、ね、結構みんないいですねみたいな感じでこと言ってもらっとってさ、色合いも良かったし、自分的にはもう大満足 でめっちゃいいバイクできたって思ってた矢先、なんと鈴鹿8時間耐久レースさんのお仕事をいただきまして。ああ、はいはいはい。はいはいはい。勝ちたいって、どこがスポンサーしてるって考えてもらったら、うん、そうなんですと、コカ・コーラ。他の飲料な、ちょっとねと言われまして、あ、わかりました。完成したと思ったらすぐに剥がす羽目になりまして、ホームページかなんかに貼ってくださって、写真をね、撮影してくださいって言われて、鈴鹿で写真撮らせてもらったんですけど、その時のバイクを見てもらったら分かるんですけれど、レッドブルの黄色い丸だけ残ってます。寂しくて丸だけ残ってます、うん、もう寂しすぎて。だからいつそういうねお仕事来るかを分からんから、ステッカーを貼るのはまあやめた方がいいかな。それがちょっと後悔したカスタムかな。要約するとどういうこと。それは8体から仕事が来る可能性があるから、レッドブルを貼らない方がいいっていう、まあ、一番参考にならん。え、どう？参考になった？君がさ、参考にならんさ、やってよかったカスタムとやって後悔したカスタムっていう話したけど、参考になった？それはもちろんなってると思うで、まあ、みんなもそれぞれさ、あると思う。これはやってよかったと、これはやらん方がよかったみたいな、ぜひぜひコメントで書いていただいて、もうみんなで共有し合おう。ただやっぱりレッドブル貼ってコカ・コーラ関連の仕事来て剥がさなあかんくなったら一番参考にならん。いや、ライトぶち抜いて光軸ずれるは一番参考にならん。新聞紙貼ってボロボロになる話一番参考ならん。いや、ボロボロ関連の仕事来る方が一番参考にならん。ホイールに黄緑塗ってわーよこれってよーっていうの一番参考にならん。そういうね、参考にならん話を、まあ、した男がおるんですけれど、みんなの話もぜひ聞かせていただきたいと思います。以上、ランページモンキーでした。バイバイ。映像見てたらめっちゃかわいそうになってきてさ、あのみんなやっぱり助けに行こう。そう、心苦しくて。おるおる、この子やん。え、ほんまにうちこうやって置いた。カメラに収まりきらへんけど、じゃじゃーん、これが今日拾ってきた子たちです。